どうも、たしです。今日はですね、見えますか、これ。モンステラの実なんですけど、ちょっとヒュッての庭に生えてて、1週間前ぐらいかな、収穫というか、取ってみたんですけど。で、1週間ぐらいちょっと置いてみると、ちょっと甘い匂いがして、なんかネットではパイナップルとかマンゴーの匂いがするみたいな感じなんですけど、ちょっとこの辺ちょっと今ポロポロ取れてきて、あとこの柔らかいんですけど、取れてますけど、でこっちはちょっと硬いです。甘い匂いがする。ということで、ちょっと皮取っていきます。うわー、見た目からすると全然美味しくなさそうなんですけど、匂いはすごく甘い匂いがします。うわー、すごい。結構こっちも、でもやっぱこの辺はやっぱ硬い、この辺はいけそうな感じなんかな。うわ、ポロポロ取れる。ここやっぱ硬いからまだなんか、ちょっとかじってみる。この辺はもう蜜みたいなのが出てきてる。ちょっとこの辺ちょっとトップ落として、よっしゃ、じゃあ食べてみたいと思います。いただきまーす。初めて。確かにパイナップルみたいな食感と、マンゴーってキウイっぽい。うまい。見た目とは想像、見た目と、そう、何？想像、見た目と、見た目からは想像できない味ですね、これは。うまい。うまい。ということで、これもっと欲しいですね。これもっと、ここがあれやったらもっとかぶりつきたいんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。何やったっけこれ、モンステラの実。もうモンステラと全然形が違うから喋りすぎやね。ということで、美味しかったです。トシでした。